クロミサクロミサは、ローマカトリック教会に反発する、サタン崇拝者の儀式、サバトとも呼ぶ。神を冒涜することを胸とした儀式で、カトリック教会のミサと正反対のことを行う。中世ヨーロッパでは、異教徒を批判する際に、彼らはクロミサの儀式を行い広めるとして攻撃した。クロミサの原型は中世まで遡れるが、 魔女裁判が下火となった17から18世紀のイギリス、フランス、イタリアの貴族や知識階級において盛んに行われた。例えば、フランス王類14世の長期であるモンテスパン公爵夫人は、黒ミサに使用するために1500人の英字を誘拐、殺害したという理由で告訴されている。19世紀以降になると、貴族以外にも多くの作家や芸術家が、 クロミサに参加したり、関心を持ち、クロミサを扱った作品の創作や、新聞や雑誌を通じて、レポートを行った。クロミサのオルギア的要素は、近代魔術や欧米の各地でのヒッピームーブメントや、カルト組織の際に取り入れられた。クロミサは、キリスト教の教義や道徳に反抗するために行われ、その信仰は、魔女のサバトに類似しており、ミサのパロディとも言える。 崇拝の対象となるサタンは古代の法上神であり、キリストの対立神とされた。大地的なもの、暗いものの象徴として、裸の女性が祭壇となり、死祭と祭儀的成功を行った。ホスチアへのお辱や冒涜は、黒ミサの重要な要素である。カトリックのミサでは、ワインをキリストの地に性別して飲むが、黒ミサでは、幼児の血を飲み干す。祭壇に、 逆十字がかけられ、聖書や祈祷書を逆さまに読み、暴行、陰行などといった行為を繰り返した。ありがとうございます。